それではお願いいたします。皆さんこんにちは。マーサ21運営会社カーボー株式会社です。本日センターサークルを務めさせていただきます堀北島成畑です。よろしくお願いいたします。 FC 岐阜のサポーターの皆様、今日は熱い応援で勝利しましょう。いつもマーサ21をご愛顧いただきましてありがとうございます。マーサ21は今年で35周年を迎えさせていただきます。マーサ21のストアコンセプト、ずっと心動く出会いをにあるように、これからもずっとお役に立てるショッピングセンターであり続けられるようにスタッフ一同頑張ってまいります。またマーサ21の3階にギッフィーのお家がございます。サポーターの皆様、ぜひマーサ21に遊びにいらしてください。それでは応援の練習を行いたいと思います。タオル回しを行います。 FC 岐阜サポーターの皆様、よろしくお願いします。頑張れ FC 岐阜、ありがとうございました。熱いメッセージありがとうございました。グリーンエンジェルズの皆さん、ありがとうございました。この世界
挑戦を諦めない人、自分の限界を超える人、私たち聖堂を超えていく国内輸送グローバル輸送ロジスティス物流の限界を超え続け、全てのビジネス新たな窓口となる。大型ビジョンにハーフタイム抽選会の結果を表示してまいります。なお数が多ございますので、公式ツイッターやインフォメーションでもご確認をお願いいたします。球際切り返せ、カウント素早い判断で、いい守備からいい攻撃、 OK、 もう一回みんなで力をしていただきましょう。すごい、早い早い、やっとしよう。でも終わったことだね。後半前半よりもっといい選手。OK！ナイスセーブ2つありましたね。まあ、みんなが体張ってくれたんで、
難しいシュートがあんまり来なかったので良かったです。いや、謙遜してますね。1本目やばくなかったですか？まあ、1本目も、まあ、あのディフェンダーが最後のところで体張ったんで、そんなに難しいコースに飛んでこなかったんで、あの止めました。じゃあディフェンダーとの連携でコース限定できたと。はい、そうです。いい人ですね。みんなの守備だということです。さあ、日曜ナイター、今シーズン初のナイターということで、これだけ多くのお客さん集まっていただきました。 FC 岐阜これから上がるばっかだと思います。ぜひファンサポーターの皆さんに力強い一言お願いします。ホームで、なかなか勝ててなくて、先日の佐野記念から、天皇杯で、チームは、いい流れに来ていると思うので、これから、どんどんC に向けて一戦一戦戦っていきたいと思うので、これからも引き続き応援よろしくお願いします。さあ、本日のですね、ヒーローインタビューを受けている茂木周選手の、もちろんあれですね、トゥデイズヒーローグッズというものが販売されますので、茂木さん、ぜひ皆さんにお勧めしてください。はい、まだまだ自分のユニフォームが全然見当たらないんで、ぜひ、グッズもユニフォームも、買って一緒に応援しましょう。応援してください。お願いします。本日のヒーロー背番号1、ゴールキーパー茂木周。みんな強くなって、最高のチームにしていきましょう。ありがとうございました。